はい、皆さんこんにちは、スーパーアネコパンチです。今日も、周辺聞き動画じゃねえな、ゲームニュースやっていきたいと思います。本日のメニューね、ちょっとねこれ結構人気だったからやっていこうと思います。まずは最初に、奇跡のコラボ、ツイッチ大丈夫か。そして次、プレイステーション5の新情報リーク、エペックスデスニー2、コールオブデューティモダンオフェアのニュース、そして新型スイッチの売り方がやばい件。まあ皆さんね、期待していたかと思いますが、夏休みプレゼント企画第3弾発表いたしますので、最後までぜひ見ていってください。そんな夏休みプレゼント企画だけ見ないでね、最後まで見てね。はい、まず一つ目こちら、 X ビデオと Twitch がタッグを組んで忍者と対決、期間限定エロ動画配信事件でございます。まあこちらね、知ってる方は多いと思うんですけれども、先週ねかなりの大ニュースになっておりました。まあ、知らない人のために、忍者っていう世界一のね、ストリーマーさんがいるんですね、ツイッチで。その人がミクサーっていう新しいプラットフォームに移行したんですけれども、その彼の、元のチャンネルで、ツイッチが勝手にいろんなね、動画をプロモーションしてたんですね。フォートナイト、まあ、移籍する前は、フォートナイトっていうゲームを主に配信してたので、それらの動画を、まあ、他の配信者さんの動画をめちゃくちゃ貼って、プロモーションっていうか、まあ、勝手に CM みたいにしてたんですよ。要はそのページを。それをやった時点でちょっと問題もあったんだけど、まあ、勝手に忍者のチャンネルでね、他の人のチャンネルをプロモーションするっていうのもちょっとなんかなーっていうところあるんだけど、その上でなんと左上に間違ったのか何なのか、ポルノ、要はあれですよ、独身男子がかなりお世話になっているポルノです。ポルノがなんと左上にプロモーション動画として出てしまったという事件でした。そちらの画像がこちらです。はい、こんな感じですね。これ配信された時もちろんね、修正なんでかかってなかったんで、生々しいね愛情アクション映画がねここでね放映されてたっていうことでね、男女の愛のあるアクション映画がここでね放映されてしまったということですね。で、他のところを見ると分かるように全部フォートナイトの動画なんですけど、放映されてしまったと。で、ロシア語で何書いてるか分かんないけど、おそらくなんかもうなんかすごいタイトルだと思うんですけどね、まさかこれでフォートナイトって書いたらウケるよね。そのイメージとしてはこれ忍者のチャンネルなんですよ、まだ。で、もちろん公表はしたんですよね、僕は今後ミキサーで配信しますって言って、で、公表したんだけど、結局まだ忍者のチャンネルは忍者のチャンネルじゃん。例え話にすると、例えば忍者さんがある会社で働いてて、で、彼のデスクがあったとしますね。で、彼はまあ辞表を出すってみんなに言ってました。まあ、実際辞表はまだ出してなかった、あのアカウントはまだあるからね。で、デスクはあったんですよね。で、ちょっと長期休暇に入りましたと。で、その間に、忍者さんのね、会社内のお友達、知り合いがまだそのことを知らないで、忍者さんに会いに来た。そしたら、なんと、そのデスクの上にエロ雑誌が置いてたみたいなね。そういうことですね。もしくは、もう新人さんがそこに座ってたみたいな。おいおい、なんだこの会社はってなっちゃうんですよね。相当マイナスイメージだと思います。まだ辞表も出してねえのになんで勝手に使ってんだよみたいなね。まあそもそもね、他の動画を勝手にプロモートする時点で、これはツイッチ今までやったことなかったことなんで、捉え方としてはこれ嫌がらせじゃねえかよっていうね、話にもなってきますし、ちょっとなんかツイッチのイメージ悪くなっちゃったっていうのは皆さん多分ね感じていると思いますが、で、忍者からしてもなんか、すごい気まずいよね。なんで勝手に俺のチャンネルでプロモーションしてんねんっていうところから、なんで俺のチャンネル勝手にポルノプロモーションしてんねんっていう話になって、で、忍者はもう本当に残念で仕方ないって言ってますね。なんだろうな、これ誰が結局得したかっていうと、まあもちろんポルノを配信したその業者さん、おそらくまあ知名度上がって、わかんないけど、それでまあ儲かったのかもしんないけど、まあ忍者からしても実はね、そんなに悪い話じゃなかったと思います。ニュースになって炎上したけど、結局彼のね、株は上がったので、一番得した人はやっぱミキサーですよね。今、ツイッチが完全にシェアを取ってる時点で、ミキサーっていう新しいね、プラットフォームが出てきて、まあ、マーケットに入ろうとしている時に、まあ、競争相手のね、最大の競争相手のイメージダウンにつながったので、ミキサーとしては、いいと思います。で、まあ、これを機会にミキサーに、ね、移る人もね、多分増えてくると思うし、まあ、要はツイッチの、もうすごいイメージダウンになってしまったっていう話ですね。なので、これは、おそらく、故意ではないんじゃないのかっていう話が出ています。で、実際 CEO ももうすでに、謝罪してます。こちらです。ヤメットシェアさんが、謝ってますね。ごめんなさいと。要はごめんなさい、ごめんなさい、もうしませんみたいなことを言ってますけれども、かなり割愛してるんですけども、ごめんなさい、ごめんなさいって言ってますね。で、プロモーションもやめましたと言っています。ちょっと反省している模様です。で、僕的には多分この方なんで、多分忍者のこのね、やっぱり生え際が結構このエメットさん上がっちゃってるんで、この忍者のふさふさな髪型にちょっとね、嫉妬を抱いている可能性がありますね。それが全ての、根元なのかもしれません。まあ、謎は深まるばかりです。そしてですね、僕自身としてもやっぱり今 YouTube チャンネルやってるじゃないですか。で、YouTube チャンネルやってて、まあ、ちょっとね、例えばまあ半年ぐらい
配信ちょっと疲れたから俺は休養するよってなってさ、で Twitch ばっかりで配信しててチラッと YouTube チャンネル見たらなんかポルノがトップ動画に出てたみたいなね。一部の視聴者さんはおラッキーみたいなね、もう検索の手間省けたやんって、猫パンチさんの動画で X ビデオが見れるよみたいなね、そういう方もいるかもしれませんが、まあ大体の方は例えばね、僕今登録者、370万人ぐらいいますけれども、そのうちのね、まあ20万人ぐらいがねお子さんだったとしたら、まあそのお子さんたちがねその不適切な動画を見てしまうということで僕も心が痛むので、まあぜひ、ね、そういったことが起こらないようにねしてほしいですね。まあ YouTube だとそんなことはないとは思うけど、今回 Twitch ねちょっと事件になってしまいましたという話でした。ぜひ皆さんの感想を教えてください。あれですよ、エロ動画を見た感想じゃなくてこの事件に対する感想でお願いします。はい、次、PlayStation 5、公開日がリーク。こちらね結構面白いです。2020年にね発売されるってずっと噂されてきた PlayStation 5、実はね一回も公式でいつ発売されるとか、もしくは公式発表自体がありません。でこれね新しいリーク情報ではなんと2020年の2月12日、もう日にちまで特定してるんだけど、このプレイステーションミーティング2020っていうイベントが行われるらしくて、そこでとうとうプレイステーション5が公開されるみたいです。もちろんその日に発売日も公開されるかと思われます。でこちら面白いのが、今までねずっとプレイステーションってね、ソニーか、ソニーってずっとこのゲームイベントとか避けてきたんですよね。なのでとうとうね2020年の2月に、発表があるんじゃないのかと皆さん期待で胸を膨らませているかと思われます。でこちらね、ラストオブアスの2とあとゴースト・オブ・ツシマっていうこの2つのタイトルに関してはずっとリリースデートが出てないんで、おそらく PS5 のローンチタイトルになるんじゃないのかっていう噂がされています。プラス、実はね、他のゲームの、まあ、リーク情報でデスティニー3、これねもうアメリカでは社会現象になったぐらいのゲームなんですけど、日本ではあまり知名度が高くないんですが、このデスティニー今2まで出てて、その3のねタイトルがローンチタイトルになる可能性が大きいということです。そんなに知ってる人いないと思うけど、ぜひねこの機会にデスに、検索してみてください。はい、次、エーペックスにソロが来た。はい、こちらの動画今流してますけれども、本日ですかね、深夜2時かな4時かな、すでに配信されてます。来たっていうかもう来てますね。でこちらに関しては、どうやら8月の28かな27かなまでやってるみたいなので、その、まあ、自分もなんですけども、結構そのノラさんと3人でやるっていうのにちょっと抵抗がある、慣れていない、人間からして、今からねちょっと Apex やるのもなと思ってた方に、とってはかなりいい機会だと思います。 Apex ねやっぱ打ち合いとかね、装備の使い方とか武器の種類とかいろいろ癖がありますんで、ソロで慣れるのもかなりありかなと思います。なので今がねやっぱ初心者とか、新規参入にとってはいいタイミングかもしれません。僕最近ねちょっとフレンドさんと一緒にやったりしてるんですけども、やっぱりね、新規参入なので、普通のモードはねかなりボコられてボコボコにされてますんで、このソロ結構嬉しいですね。まあでもこれ期間限定なんで、ぜひ、永久にソロがあるようにしてほしいなっていうのが正直な感想です。ちなみにこれは60人対決になります。はい、次、はい、デスニー2アーマー 2.0 公式配信。なんでデスニー2の話またすんのって、ね、思ってる人いるかもしれませんが、僕実はね一番最初からデスニー2の動画配信者なんですよね。なので、ここでまあある意味宣伝させていただきます。今夜ね深夜の2時から新しいシーズンの影の砦っていうのが10月1日に来るんだけど、それのね新しいシステムの紹介、を公式が配信するので、そちらもね動画翻訳して皆さんにお伝えしていきたいと思っています。なのでぜひ明日楽しみにしていてください。はい、次、 CODMW のマルチ動画が出ています。これ 4K なのかな、 4K で見れるやつで、20分ぐらいにギュッといろんなモードがね、凝縮されているやつなので、ぜひ詳細欄の方を見てみてください。僕としてはねもう早くやりたい、それだけです。はいはい、そして最後、北米のバッテリー強化スイッチすごすぎる売り方。これがね、新型のね、新型って言っていいのかな、バッテリー強化版の、スイッチが今月末に8月後半に発売されるってね、日本でも発表されてるんだけど、北米ではなんともうね発売が始まりました。これ何がすごいかっていうと、2.5 から 6.5 時間の、バッテリー時間が9時間まで、最長9時間まで伸びるということ。これまあ3時間近く伸びるっていうことですね。なのでかなりね性能アップされています。そこでですね、北米ではだいたい300ドルかかるんですけれども、まあ3万3000とかかかるんですけども、今ねゲームストップっていう、まあなんだろうね、日本でいうゲオみたいなところが特別買取価格っていうのをやってるんですね。で要は旧モデルのスイッチをなんと225ドルで買い取るよって言ってるんですね。まあだいたい2万3000円とか2万4000円かな。その結果として、要は中古を持ってる人は、まあ旧型のね中古を持ってる人はトレードインすることで、なんと75ドルだけで新型をゲットできると。めちゃくちゃ商売上手でございます。たったの8000円ですよ。8000円で新型に変えられるんだったら、僕はまあ迷うことなく新品のね新型に変えたいですね。
ちなみにこのオファーね、日本にも来たらね、いいなとか思っています。あ、俺持ってなかったな、でもスイッチ。関係ないですね。